あれ？ちょっと待ってて、ちょっと待ってて、ちょっとだけ。よ。あ、いたいた。みんなこんにちは。なんか、何これ。絶対ケープの残りだ。よいしょ、こんにちは。お風呂上がりました。珍しく今日は早く入って。そう、今日何もなかったんで、暇してました。暇してたっていうか暇を潰してました暇を潰して、そう、したいことたくさんしてって感じの一日でした。そう、あの先日夢の国に行ってきたんですけど、そう、前にね行ってきたんだけど、その投稿のインスタをね、早くてか今日絶対あげたかったから、だからその写真選びとかに3時間くらいかかってなんかそんなことしてたらもう1日が終わりそうです。足痛。こんばんは。8時半だね、もう。で、鬼レンちゃん見ながら髪の毛乾かして、そう、ホイさん見てた。なんだっけ、そう、最後の10曲目でダメだったんだけど、そう、前回と同じところで間違えてて、あ、違う、音程外してて、そう、なんだっけ、なんか約束したんだあなたとたた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 た約束したんだ全然曲わかんないけど、こういうやつ歌ってました。そう、みんなさんは知ってるのかな、全然ルア知らなかったけど、そう、ホイケンタさん、私面白くて好きなので、そう、それを見ながら髪の毛乾かして、 そんな一日でした。昨日もありがとうございました。あのおしゃべり会楽しかったです、とても。なんか結構刀剣で来てくださる方が多くて、え、刀剣でって思いました嬉しかった、すごくすごくすごくめっちゃ嬉しかったんだよ、本当に。なんかまつげ入ったな。そう、ありがとうございました。昨日もすごくたくさん話せてよかったなって思います。そう、なぜ後ろ姿、え、服がチャッチーから最後、そう、最後コスプレで挨拶したんですけど、皆さんの前行って、後ろ姿がもう本当にチャッチー服なんで、マジで後ろ姿見せられなくて前だけで後ずさりして帰ってきましたね。昨日ありがとう。アルビもそうだね、勝ったしね。うん、よかったよかった。そう、なんかいろいろ話題があるんですけど、どうしよう、じゃあおしゃべり会から話すか。おー、おしゃべり会もありがとうございました。なんか本当に6部に関してはもうずっと喋ってたなって感じですね。そう、なんか私本当にその当日の朝に佐川急便にて浴衣が届いて、その浴衣ツーウェイでなんかすごい着やすい浴衣だったんですけど、でもなんかいざ着たら全然着れなくて、もう適当に結局着付けして着付けしてみたんですけど、全然みんなにバレなかった超適当に帯巻いたんですけど、いや適当にするしかなかった、もうわからなすぎて、みんな気づいてなくてよかった感じでしたね。それは良かったです。ちゃんと切れてた、全然ですよ、もう適当に巻きましたもんとりあえずぐるぐる巻いて紐インしてみたいな。そう、自分で切るのってこんなに大変なんだって思いました。なんかいつも撮影の時とかはなんか2人がかりで、そう、なんか着付けしていただくんですけど、なんか専門の人にいつもT
TT 兄弟みたいなのが T っていうこういう感じでやって、もうされるがままにもうこうぐるんぐるんぐるんぐるもうこう2人がかりで着付けしていただくんですけど、もうやばかったね昨日は。そう大変でした。T双眼鏡も使ったよ。双眼鏡は全部の部位確か使った気がする。うん確かに。なんかめっちゃよく見えすぎてみんなが笑ってるか笑ってないかとかも全部見えるんですよ。本当にびっくりしました。そうびっくりした。なんか私双眼鏡を使ったのが多分日本代表を見にビッグサン来たんですね。日本代表がめっちゃちっちゃい頃、ルアがもう10年前とかかな、ちょっと分かんないんですけど、まあ、その頃に日本代表がビッグサン来て、それで2階席とかだったんですよ。そう、その時になんか見えないからって言って望遠鏡をなんかママとかが多分買ってそれで見てたんですね。でも本当にそれ以来で使うのが、あ、双眼鏡だ、望遠鏡じゃない、双眼鏡。強く分かんない。そうなんですよ。いや、マジで。だから久々にこれかと思って、めっちゃよく見えました。めっちゃ見えられてるかね。望遠鏡で、あ、マジ双眼鏡、まあ僕は分かんない、双眼鏡。目が合った時のルアスマイル良きでした。目と目が合う瞬間に。いや、そう、あと萌えちゃんと夏樹とあとななみさん、あと社長。社長にもこうな、そう、なんか「そんなに見えるの？」とか言ったから、あ、じゃあぜひ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 って言ってお渡しして、そう、そしたら「すごい、こんな見えるんだ」って言ってました。双眼鏡めっちゃ役に立ってよかったです。はい。こんばんは。そうだから、まあ、東京にも持ってくのでよろしくお願いします。俺らが持ってったら、いいんじゃないかな、めっちゃ見えるから本当に持ってきてほしい。みんなもちょっと恥ずかしいけどね。そう、いや、みんながそのなんか 1,2,3,4,5 とかも全部見えた。私基本的に目が悪いのであんまり見えないんですけど。で、7部はアルビユニでした。なんかそれはななみさんのファンの方でもなんかアルビユニ来てるからって言って私のところに当日券で来てくださったりとかですね。と当日券がすごく嬉しかったです。ありがとうございましたね。アルビユニお揃いにしてくれたりとか、あと他のスポーツの話とか、そう、アルビじゃなくてもスポーツの話してたりとか、すごく楽しかったです。人生初アルビユニ、おお、ありがとねー、ありがとう、ありがとう。試合中だった、そうだ、試合中でした。なんかそのなんだっけな、確かそのおしゃべり会始まる直前で小野さんが決めたんですよ一点で、ギャーとか言いながら、そう、レーン向かった覚えがある。私はそう、めっちゃ小野さんのゴールっていう通知が見えて嬉しかったです。だから 1-0 っていうのは分かってたんですけど、そう、でもなんかその私がおしゃべりしてない時に萌ちゃんのレーンに並んでる方がなんかすごい見てきたから、おおと思って、そう見たらなんか今2-0とか言ってね、ジェスチャーしてくださって、あ、そうなんですね、ありがとうございますって言って、そう、隣のレーンからジェスチャーで、そう、試合を教えてくださってね。そう、いや、嬉しかった。でもその
それを聞いて安心したね。あ、今無失点なんだ、で1点決めたんだと思って、で誰が決めたのって大きな声で言ったら長倉選手って言って、ああなるほどな、ありがとうって言って自分の同級生、あ、そう、お知り合いなんですねそう、アルビユニも楽しかったです。で最後はコスプレをしたんですけども、これまた本当にママがノリノリで、はい、ノリノリ滑舌ノリノリでして、本当にもうどうだったみたいに言われて、好評だった好評だったね、ももクロさんのアーリンさんのコスプレをさせていただいたんですけど、いや本当になんかもうめっちゃめっちゃやばくて、もうやばかったんですよね。もうな、思い出したくもない、なんかノースリーブ ですごい長い、長い手袋みたいにして、そうでここになんかお花のベルトつけて、ここになんかネクタイみたいにしてって感じでした。ピンクの、いやマジで捨てます、もうあのコスプレあれ絶対捨てる、で十何年前だよ。でママ氏が友達の結婚式でお祝いのために、多分そのママ氏のお友達で全員、じゃあ私は何色にする、私は何色にするって言って踊ったらしいので、私はもう一生着ませんよ。あのママ捨てといてって言っといたもん本当にトラウマ、本当にトラウマ。でもまあ喜んでくださって嬉しかったですよ皆さん。そう思ったよりもなんかおおみたいになって嬉しかったんですけど、そうあとももクロさんのねお話もできて、そうあの私は全然知らないんですよね、まだ私あんまりそのアイドル界を全然知らなくて、もともと全く知らないんですけど、でもその怪盗少女、行くぜ怪盗少女っていう曲は知ってるんですけど、エビゾリジャンプなんだっけ、ラララ広がる落ち空よりも、いや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 あのエビゾリジャンプは知ってます。歌詞違ったらすみません、まあ、でも一回多分あのカーリーさんの生誕祭の時にあの歌ったことがある気がします。確かなんかそう当時生誕祭なんか歌う時があってですね、それで歌ったことがある気がと、まあそうママ氏はそのアーリンさんの大ファンなのでって感じでしたって感じでレポ終わりです。本当に皆さんありがとうございました、ありがとうございました。あのぜひ東京も来てください。そして関東民の方はちょっとお邪魔します、邪魔します、邪魔します、邪魔しますお邪魔します、ね、でも思ったよりもあのびっくりしたのが関西から、そう関西から来てくださってた方も いっぱいいて、なんかそうどこから来たのとか聞くと、あ関西とか大阪とか、えって思ってか関西と感じで、結構本当にいろんな方向からあの NGT をしてくださって嬉しいなと思う限りでございます。714日ありがとうございます。もうちょっとであれだね、2周年だね、ね、
そうだから、でも関西の方にはねお邪魔できないんですけど、おしゃべり会でいつかなんか遠征とかがあったらお邪魔しますお邪魔しますこんばんは。関東好き、大の関東好きです。あとおしゃべり会あるかな、振り返り。うん、でも本当に楽しかったんですよね。そうだから、あの今回来れなかった方もまた会える日を楽しみにしています。あとそうだな、あの昇格おめでとうってすごいたくさんの方にお祝いしていただいて嬉しかったです。そちらもそうびっくりした。そう昇格おめでとうって、その昇格おめでとうのために来ましたっていう方もいらっしゃったし、あとは普通にお話が楽しくて当日券買っちゃいましたっていう人もいました。ありがとね嬉しい。あとはなんか最近あの誰々とあの仲良くしてるらしいからご挨拶に来ましたとかあ、ありがとうございますみたいなご挨拶もありました。うん、本当は誰々推しなんですけど、あのうちわをあの書いていただいたのでご挨拶ねとかあとなんか結構その本人曰くすごいあのルアちゃんにお世話になったらしいのでご挨拶ねとかありがとうございました。本当に昨日も結構初めて来ましたっていう人いっぱいいて嬉しかったです。また行きたいです。またおいで。でも挨拶今見返、今なんかこう思い返してみると挨拶多いかも嬉しい嬉しい。これを機にぜひ来てください。ね、はじめましたのに知ってますはびっくりでしたよくよくさそれ言われるんだよね、なんで知ってるのって。そうよく言われる、なんか知っちゃうんですよね。結構その他のルームも見てるから、他のルームのファンの方の名前とかも結構なんかわかるわけですよ、名前だけとかでも。そう、それでそのおしゃべり会に来てくださった時にあの私なんて言いますって言われると、ああそこの人ですねってなるんですよすぐ一致しちゃう。だから知ってます知ってますってなっちゃうんだよね。うん、本当になんか前髪長いな前髪長いな、これ前髪長い、たんだけどな、昨日ちょっとだけね。こうやって名前言われてびっくりすいませんすいません、なんかすいませんうん、そうあのね、隣の人とかがその何々さんありがとうとかやってると、あ何々さんって言うんだと思ってそれで言っちゃうんですよね。結構その覚え方も多いです、配信以外だと。まあでもみんな嬉しいでしょねみんなが嬉しいことをこれからもしますね。てい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 
え、マジで前髪長い。それどうしよう。ちょっと待ってください。え、なんでこんな長いんだ。長くない？ん？長くない？いや、さすがに今からはちょっと。あ、いっか。ね、長くなったよね。もうちょっと前髪巻いてみようかな。いや、さすがにカットはできないけど。大丈夫です。ただ、あの携帯が落っこちただけです。ああ、どこまで見えた。みんな声だけ聞こえた。わーっていう。あ、無事です。カーペット引いてあるので携帯は何回落ちても平気です。全然。めっちゃ恥ずかしい。すいません、本当に。ちょっと待って、ちょっと一回みんな、よいしょ、天井見てて。あーって待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 って。よいしょ、これでこうね。よし、オッケー。ごめんね、ちょっと待ってね。大変だこと。待って、これ巻きすぎかな。巻きすぎこれ。ちょっと待って、これ巻きすぎかもしんない。ちょっとルアじゃないね。巻きすぎです。ちょっと待ってください。もうちょっと待っててね。よいしょ、大変だなこれは。もうちょっとこれ噛み切った方がいいね。このくらい。ペイテ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 イ、よし。まあいっか、もうこれで、これが限界。これが限界っす。よいしょ。ってことでこれでいきたいと思います。荒ぶりました、失礼いたしました。先ほどはなんか なんか話が吹っ飛んだな。あ、じゃあ次の話しよう。明日スポーツバイスポーツさん、違いました、プレイバイプレイバイスポーツさんにて、あのオイシックス新潟アルビレックス BC 対横浜ベイスターズの試合観戦の配信をさせていただくこととなりました。アプリ入れてありがとうございます。ありがとうございます。
ありがとうございます。はい、ということですごく嬉しいざます。そう、なんかこれがあのずっとではない、その告知したかったことなんですけど、そうなんです。私は本当にあの野球は本当に初心者なので、あの全然なんか知ってる上でめっちゃ応援とかはできないので、みんなと探り探りで、まあでも選手のことはちょっと知ってるじゃ知ってると思うので、そう、まあ、インタビューとかもしましたし、そうなのでなんかちゃんと楽しんで皆さんとできたらいいなっていう風に思ってます。そう、マッシーさんが以前やってた子でもね、ももちゃんと2人で配信とかじゃなくて、多分ね個々の配信になるので、そう多分部屋も別でやるんじゃないかなみたいな話でした。そうだから、そう多分なんかね、私は結構その一緒に配信するのかなと思ってたら多分ここっぽいので、そうなのでちょっとなんかすごくドキドキしてるんですけど、よろしくお願いします。そうだから一昨日もあの野球観戦させていただいたんですけど、そう明日があるから楽しみです。でも選手の方すごいなって思うのはさ、だってまあ今日中止だから、そうまあもう移動してるかもしれないんですけど、この金土日試合があったじゃないですか。で明日横浜でやるのかな、わかんないんですけど、なんかまた移動して明日あっちでプレイボールじゃないですか。やばくないですか、その体力的に精神的に。スポーツ選手ってすごいなと思って、移動が大変そう。そう、まあでも今日中止になってしまったんですけどね。そうでもなんかオフとかも全くなく行くっていうのがすごいなと。まあ野球ではもしかしたらあるあるなのかもしれないんですけど、ちょっとその全然知らない身からするとすごいびっくり仰天でね、なんですけど、ちょっとしっかり今回はアルビの応援をしたいと思います。よろしくお願いします。そう、歯のって言っちゃった、あのって言おうとしたら歯のってあの何でしたっけ、あそうな何でしたっけ、あそう、そのショールームでの配信じゃなくて、その専用のプレイバイスポーツっていうアプリを入れないと見れないので、そちらはぜひご承知おきください。で6時から始まるんですけど、まあ、6時ちょっと前から始まるかもしれないっていうのをちょっとみんなに言っておくね、もしかしたらだけど。そう、よろしくお願いします。そう、野球まあでもその金曜日見た時すごい楽しかったので、うん、楽しみたいと思います。なんかそうちょっと作られたばっかりな感じのなんかアプリって言ってましたね。ペコペコ。始球式みたいありがとうね、いつかそう始球式もできたらねっていう風に言ってました。そう、ルアちゃんのルームを登録、うん、なんかねまだ多分アカウントが反映されてないけど、6時になったら多分配信始めてるので、なんかねスクロールして、そうスクロールするとなんかどんどんその Now で配信してる人がどんどん出てくるから、多分ねルアがいると思うそこに、うん、検索の仕方とかはちょっと分かんなかったんだよね。なんかもともとその配信する人が決まってるから、あとそんなに人数いないので多分すぐ見つかるかなと思います、私の配信が、うん多分だけどね。マジで前髪長い永遠に言ってる永遠に
秒。このくらいにしたいな。さすがに短すぎ。そう、スワイプすれば見つかる。そう、とりあえずなのでアプリ入れてみてください。このくらいが一番見やすいかな。オンザ眉毛ね、オンザ眉毛です。めっちゃ恥ずいことしてるけど、まあいっか。よし、昨日ありがとうございました。お、ありがとうございました。あとは何の話しようかな。あ、そう、でも言いたいのは、その今日告知あったんですけど、まだまだ嬉しいお知らせが気長に待っていたらあると思うので、ちょっと待っててください。似合わせっちゃ似合わせなんですけど、でもね、ちょっとそう思うのは、なんか期待させすぎてしまっていたらどうしようっていう感じなんですけど、ちょっと本当になんか本当になんかうわーって思わないと思うんですけど、そう、本当に私からしたらどれも嬉しいお知らせなので、みんなも楽しみにしててください。今月中どうだろうね。最近なんかいろいろ告知できて嬉しい。あ、ね、コラボカフェもあったもんね。グー、コラボカフェね、楽しもうね。コラボカフェも言えなかった。コラボカフェ、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 コラボカフェか。ね、あのアンドカフェさんです。私がユーナと、え、誰といたっけな、ユーナと、ハルいたっけな、ユーナ、ハル、リリノ、え、そうだっけ、トールは、で、行った思い出の場所です。そうなんですよ、行って座って食べてって感じでした。なんかあそこめっちゃパフェが美味しいんですよね。そう、だから皆さんもぜひ行ってみてください。そう、原宿はお店の前。そうなんですよ、本当は入りたかったんですけど、なんか外から覗いたら知ってるファンの方が結構たくさんいたので、これはまずいと思って、そう、気持ちだけ行きました。気持ちだけね、できましたよ。いや、これもちょっとおかしいかな。もう何でもいいやん、もう。もう正直前髪何でもいいかもしんない。これアイドル前髪っていいよね。全然できないわ。犬みたいな。こんばんは。あともうちょっとで、なんだっけ、フォロワーさん3600人だっけね、目指したいのでぜひフォローお願いします。あとちょっと10人くらいかな。そう、10人くらいなの、意外と。あとちょっと、やったー。わーい、皆さんぜひフォローお願いします。よろしくね。昨日のアルビセのスコア予想バッチリ。うん、バッチリ。スコア予想楽しいけど、でもね、難しいよね、スコア予想って。あと9人、お、 OK です。昨日のおしゃべりか、ありがとう、ありがとうございます。じゃあ、あれ話そっかな、夢の国の話。あの夢の国についてはメールにもチャットにも写真を載せれないので、
その代わりにインスタにたくさん載せたいなって思ってたんですけど、今回投稿したのみじゃなくて、また他に投稿したいのがもっとたくさんあるので、そちらを後日また投稿しようかなって思ってます。そう、夢の国行ってきました。そう、めっちゃ楽しかったよ。そう、以前行ったんですけど、本当になんかまず最初に最初にすごいことが起こったんですよ。もう名前も言っちゃダメか。まあ入った瞬間に、その全然よく分かんないから、とりあえずはるちゃんになんか最初はどこ行った方がいいのって言って案内してもらったんです。そこのアトラクションを案内してもらって、それでなんかすごい、それが水かかるやつだったんですね。もうめっちゃ水かかるやつ、本当にやばくて、それがうわーって感じだったんですけど、アクアなんちゃらってやつです。分かる人には分かるかな、アクアなんちゃらってやつなんですけど、それでめっちゃまず水にかかったんですよね。そうなんか、なんだったっけ、なんか2回かかる場所があるんですけど、まず1回かかったんです、水を。でもかかるの分かってたから、もうこうね、こうやってたんです、髪を。で1回目終わったんで、あ、終わったと思って、でまた来るかなとか思ってたんですけど、なんかそしたらなんか全部のアトラクションが一回止まったんです。あ、止まったと思って、何が起こってんだろうと思って、なんかすごいキョロキョロしてたんですよ。でもなんか結構頻繁にやることっぽいので、あ、そうなんだって感じで流してたんですけど、でもそれで運転再開するじゃないですか、再開した瞬間に水がもうバーってかかってきて、もうキャーだって、再開した瞬間にね、もう最悪だよね、マジで最悪で。そういや、知ら、なんか気が緩んでました、本当に正直気が緩んでた。でも水かかって、もうびっちゃびちゃになって、前髪もう鉄板前髪で、ディズニー、あ、でそうね、夢の国来たのに、そう1個目でびっちゃびちゃになって、それでもう本当にショックでした。だからインスタのストーリーにね、いろいろ載っけたんですけど、写真を。それで最初の序盤にめっちゃ前髪濡れてる写真があるので、それぜひ見つけてください。それアクアなんちゃら乗った後です。1個目乗った瞬間にもう水濡れになりました。でも暑かったのですぐ乾いて、そっからもうすごい前髪めっちゃ崩れて、そう本当にショックだったんですけど。ティーム、待って、違うかもしんない、待って、ディーム、いや、違うかも、合ってるか、なんかめっちゃ水濡れるやつなんですよね。アクアじゃないかもしんない、ワンちゃんって名前わかんない、まあでもそうだったんですよ。なんか端っこにあるやつで、それでテラーも乗ったし、そうトイちゃんも乗ったし、あとはビッグサンダーも乗りました。ビッグサンダーは並ぶのめんどくさかったので、ビッグサンダーは並ぶのめんどくさかったので、魔法を使って数分で乗ってきました。魔法を使って、そう、そしたらビッグサンダー、そのみんな並んでる列を越してったわけですよ、魔法を使ったから。だからその動画がそのストーリーに最初の方に載ってるんですけど、なんかはるちゃんがもうすいませんみたいな感じしてて、それがすごい思い出だったので、ちょっとそれを入れてみました。ビッグサン
ダーだっけ、待って、ビッグサン、待って、ビッグサンダーって何、え、待って、それ違うかもしんない、シー行ったんですけど、それってランド、もしかしてシーだけしか行ってないんですよね、あのお山のやつ、あ、ビッグサン、え、ランド、ごめん、待って、わかんない、本当にディズニーわかんないの、ごめんなさい、なんだっけあのこういうマウンテンのやつ、センター、センター、センターかもしれん、センター、センター、センターです、センターで、インディーが乗れなかったんですよね、待つのめんどくさくて、もう時間なくて、そう、インディーね、最大でも80分とか、80分じゃないな、そう、ずっと80分とか、もうなんか90分とかだったので、いや、無理無理無理並べない並べないってなって、並びませんでした。そうだ、ん、インディだっけ、あ、なんだっけ、あ、センターです、センター乗りました。あ、そう、トピア、トピア、トピアちゃんです、アクアちゃん、トピアちゃんですやばい、ギリギリ配信すぎる。そう、あとは絨毯も乗ったし、あとメリーゴーランドのやつも乗りました。じゃんじゃん、ちゃかちゃか、じゃんじゃん、ちゃかちゃか、あとはラグーン、ラグーンもあの全部、そのマーメイドのところは3つアトラクションがあるんですけど、そこ全制覇して、そうって感じですね。あとこれも乗ったから、これは分かるか、分かる人に分かるけど、あ、ジャンボリーちゃんをね、あのショーやってたんで、私は踊るの恥ずかしかったんですけど、ハルチュンがノリノリで踊ってましたはい、面白かった。私は本当に恥ずかしくて、なんかキャストさんがよく手振ってくださるんですよね、いってらっしゃいってあるじゃん、それも恥ずかしくて手振れなかったんですよね、一回もマジで振れなかったいってらっしゃいとか、そう、あとお客さん同士とかで手振ったりするんですよね、振れなかった。あとは写真撮って、あのほぼご飯食べてないんですよご飯食べる場所がマジでどこも空いてなかったので、ほぼご飯を食べずに、そう、お腹ペコペコにはなってなかった、でも実際ペコペコにならなかったけど、そう、水分取ってたので、その代わりなので、ずっとアトラクション乗ってました。13個くらい乗ったんですよね、数えたらやばくない？チュンが動画上げてた、え、本当に、待って、見たいんだけど、本当にありがとうございます、教えてください、後で見ます、何乗ってるんだろうそう、ご飯食べる時間はないですハロウィンイベントはやってない、まだやってなかった、だからショーとかもやってなかったから、なんか一番空いてるところだったんですよね、時期的に。チュン姫元気、え、元気ですよ私が急遽あの誘ったんです誘ったらいいよって言ってくれて、お、じゃあ行こうってなりました。うん、あ、チュロス、そう、チュロス食べました。そのアクア向かってる時にチュロス屋さんあったので、え、待って、これ行きたいと思って買ってきました。なんかパンプキンみたいなやつだったんだよね。そう、私あれだよ、あの夢の国で15キロ15キロ歩きましたやばくない？やばいよね。あとで、その後日ヘルスケア見たら、そう、2万1000何歩みたいな書いてあって、
で2万歩は何キロメートルって調べたら15キロって書いてあったから、ほぼ15キロ歩いてきました。筋肉マンだよね、さすがに。ムキムキ太郎すぎるそれは。でその私がもう ほとんど初めて夢の国だったのでほぼ初めてで、そうだから、あのでもあのチュン姫はもうあの、まあ、千葉県出身というものもあって、そうまあもう慣れていたわけですよね、その夢の国は。だからもうルアンの好きなようにしていいよって言ってくれて、そのランドかシーも私が選んだんですよ。でも私どっちも何のアトラクションがあるのかとか全く分からなかったので、とりあえず楽しそうなところのシーンにしたんですけどそう言ったんですけど、そう、それで私が乗りたいものをもうひたすらここ行きたいここ行きたいここ行きたいって言ったら、全部いいよ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 って言ってくれて、そう、そしたら15キロ歩きすぎ。いやでもね、夜になるにつれ帰ってく人が多いから、なんかどんどん待ち時間が減ってったんですよ。そうだから最後そのインディーンも行きたかったんですけど、そのトイちゃんからインディーンの距離がもうめっちゃ遠かったので、もう最後行くのやめようって言って写真撮って帰りました。うん、でもめっちゃ楽しかったね、実家って言ってるもんね実家。でも待ち時間長かったけど、そうですね、意外となんかいいタイミングで行ったから、夜とかにそのタワーちゃんとかトイちゃんに行ったので、タワーとトイはあの隣だから、そう最後にも結構並んだって感じですね。いろいろ考えて行ってきました。でもちょっと本当になんかもっとこうしとけばよかったなっていうことは、あの全然その物語も知らないので本当に申し訳ないんですけど、本当に全然知らなくて、だからもっとなんかあの夢の国プラスとかにあの入会して、あのなんだろう、ちゃんと物語とかアニメとか映画とかを見ていけばもっと楽しめたかなってっていう後悔はあります。なんかここがあのアニメで出たあそこかとか全然分かんなかったんだよね、ルア。ただ単に乗り物楽しんだ人だからひたすら乗り物乗ってたね、待ち時間チェックしながら。5分減った行こうって言って並んで、あとあそこ乗ったなんだっけ、インディーの隣のところ、うん、なんか一回転するところ、なんか真反対になるやつ、ファンファンファンってなんだろう、わかんないけど、なんか気づいたら一回転してました、乗り物ジェットコースター、一回宙に浮きましたね。うん、まあ楽しかったでも一番タワーが良かったね。タワー、タワー、ごめんね、あの読み方省略してる、タワーです、タワータワー、夜怖いやつ。あー待って、これ喋りたかった、ちょっと待って、これ喋りたい、あのねなんかタワー乗る時ってそのハルチュンと2人で行ったんですけど、そのタワーはあの、まあ、私たち以外にもその他のお客さんがみんな着席してで乗り物が始まるわけですよ。合計何人入るんだろうね、わかんないんですけど、なんかその
私がそのタワーのところにそのアトラクションに座ったじゃないですか。座ってその後ろ一列あったんですけど、なんか後ろ一列がなんか全員なんか仲間みたいな感じで、そうなんか11人いたんですよ。なんか11人でその夢の国楽しんでたらしくて、11人か横後ろにいたんです。そしたらなんかもうでなんかタワーって写真撮られるじゃないですか。そう落ちる前かな分かんないけど、全然タイミング分かんなかったけど、なんか写真撮られてその後日販売とかさ、後日じゃないなんか販売されるじゃないですか。そうそういうのがあるんですけど、盗撮はい、夢の国に盗撮されるんですけど、なんかその11人組がポーズを決めてたらしくてでまあ乗り終わるじゃないですか。で終わって写真見たら、なんかまずハルチュンはなんかはーみたいなはーみたいな顔してて、私はまず顎が出てたんですよ。こんな感じしててへーまず私顎出ててやばくてめっちゃ面白かったんですよ。マジそれで面白かったんですけど、でなんか他の人の写真も見たわけですよ、のルアとハルチュン以外の人たちも。そしたらなんか後ろの人が全員なんかこうやってて、なんかもう面白くて何してんのみたいな本当に面白かった。いやマジ買おうか悩んだんですよね。もうすごい、もうあのめっちゃもう鼻をこんなやってて、もうでもマジで面白くてそうハルチュンと、いや私たちもすればよかったねって言ったんだけど、そういや教えてほしかった正直。そうなんかもし言ってくれれば私も全然やったんだけど11人全員これしてて団結力そうでも他の人もね、その11人以外の人も結構みんなすごい顔してました。もうわーみたいな、やっぱりみんなその顔するよねと思って。いやでもさ、こればっかしはちょっと投稿できないし見せれないからさ、ちょっともうこの話で封印なんだけどさ、そう買わなかったけどでも写真は撮りましたマジで面白かった。私めっちゃ顎出てたんだよね、多分怖かったんでしょうね、うん、だって落ちる前に外の景色が見えたんですよ。見えてうわーって落ちるのやばくないね、ちょっと次ポーズします。変なポーズする絶対。悔しかったそのノリについていけなくてそういう思い出がありますし、そのあとはあのインスタに書いたじゃないですか、あのゴミ捨てるついでに串捨てちゃったってあれもガチで、あれガチなんですよ。マーメイドラマーメイドの時にあのなんだっけ串捨てちゃったんですけど、それもなんかやらかしちゃって、普通にゴミ捨てようとしたんですよ。捨てようとしたらなんかあの普通の櫛ね、本当に普通の櫛だったからよかったんですけど、そう櫛もポイってしちゃって「えっ!?」と思って捨てた後に気づいちゃって「え待って今捨てたかもしれない」って言って、そうでももうゴミ箱のぞけなかった、もうやめとこうと、もう救いようがないと思ってと取り返さずに、はい、でもねそのちっちゃいバッグにもう一個あったんですよだからそうたまたま2個入ってて櫛が、はいもう一個あるって言ってよかったです、安心しました。そうなんかまた私の周りから櫛が一個消えてっちゃって、もう知らず知らずに私櫛5個持ってる時もありますからね、全然よいし
そう、私あと歯ブラシしてた時もありました。やばいよねそれも。それでそう、公演の準備してる時に歯磨きしてたんですけど、そう、その普通にティッシュだっけ、わかんない、忘れたんだけど、なんか何かを捨てるついでに一緒に歯ブラシ捨てちゃって、それでも気づかずに家帰ったら気づきました。ん？だって歯ブラシないって思って、で思い返したらあの時捨てたかもみたいなねえ、あるあるです。無意識なんだよね多分。そう、あとはその夢の国で、あのこれ、このこれをつけたんです、耳をつけたんですけど、なんかそれも絵めぐりに似てたから選びました。あれちょっと待って、そう絵めぐりに似てたから選んだんだよね。まあでも水色だろうって思う方いると思うんだけど、いやそれは絵めぐりです、絶対あれは絵めぐり。そう、てかなんかそれしか見てなかった。帰る時にお土産見てて、お土産見てたら、え待ってこんなお耳もあったんだと思って、他の耳をその時に知りました。そう、でもね、その水色よりもっと絵めぐりっぽいあの耳もあって、そう、まあちょっとあこれもあったのかってなったけど、でも全然後悔はない。 Yes、 いや絶対エメグリでしょ、やばい言えない、エメグリエメグリエメグリで、あとお友達がすごい、私のあの面白いお友達がすごい夢の国大大大大大大大好きで、で私がなんかもしかしたら行くかもしれないってお友達に言ったら、もうなんかへーみたいに言ってきて、それは大変だとか言ってきて、なんか私ずっと欲しいのがあるんだよねみたいな、でもネットで買うと送料かかっちゃうから、めっちゃもうばっか送料かかっちゃうから、なんかもしだったら買ってきてほしいって言われて、あ全然いいよって言って、でその帰る時にあのそのお友達がその求めていたものを探したんですけど、それがなくて、そう店員さんに聞いたらなんかそれだけないみたいな、人気でそれだけないらしいよって言ったら、もうなんかへーって言って、じゃあこれでって言って、そう違う種類を買って帰りました。そう友達にも貢献してきましたよ。友達本当に面白い。そう友達とはその高校生終わりにあのディズニー行けたらいいねって言ってました。そう私はいつか制服ディズニー、やべそのね制服で行きたいなっていう風に思っているので、すいません本当に。そうだから制服でいつか行ってみたいです。セーラーで絶対行ってやる。ブレザーも好きだけど、まあ制服オタクからしたらやっぱりセーラーが一番好きかなって感じですね。お土産は買ってきましたよちゃんと。そうチョコ買ってきて、みんな喜んでたからいいでしょうって言って、いいでしょういいでしょうって言ってきました。母親がアルビンサポでベルちゃんのアルサポ買い見せたら可愛いって言ってた。ありがとうございます、それはありがとうございます。人気のは入場直後に買いに行かな、そうなんだ、なるほどね、全然夢の国知らないんだけど本当に、なるほどね、次行った時はそうします。じゃあ
そう、お菓子めっちゃ美味しいの、めっちゃ美味しいの、マジで美味しい。チョコが一番好きかも。なんかそう、チョコちなみに私の好きなキャラクターはクワクワいうやつです。クワ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 ってわかるかな、わかる、みんなコメントで言ってみて。コメントはし放題だからさ、みんな。クワクワクワマクドナルドそれです、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 クワクワクワって感じなんですけど、大好きで、そうマジで好きなんですよ、ドナちゃん、うん、でもなんか、でもなんかそのお誕生日ね、先日あったらしいじゃないですか。そうでもなんかそのクワクワはどうやらランドらしくてめっちゃ究極の2択を外しました。それも知らなかったんだよね。 C じゃなかったらしい。セーラー服着てる、確かに怖くは、確かに制服着てるね、青のやつ。でもだから私推しがいなかったわけですよ、正直正直 C に推しがいなくて、でもなんか一人ちょっとおってなるキャラクターがいまして、ちょっとこれどう、なんて言うよ、これなんて言うかな、エメグリのね、キャラクターがいるんですけど、わかりますか皆さん、なんて言えばいいんだろう、エメグリのキャラクター、あのフレンズ、フレンズ界隈です、フレンズ界隈、あの癒されるモフモフ界隈です、モフモフ界隈、エメグリがいたんですよ、もう嬉しかった。猫、猫、あ、猫かな、待ってわかんない、あのやばい、全然名前わかんない、待って名前なんだっけ、あのエメグリの子、猫かもしれない、なんかここにあのベレー帽みたいな、ベレー帽じゃないけど帽子かぶってます、ここにエメグリのトーニーちゃん、ああジェラートちゃん、ジェラートちゃん、あそう、ジェラート、ジェラート、あーマジで可愛くて、もうジェラートちゃんをの人形を持ち帰りしようか悩んだんですけど、でもなんかでもどうやら私は幼少期にジェラートちゃんを持ち帰ったらしくて、あのお人形を、そう今どこにあるかわからないけどね、だからいいやと思ってそうジェラートちゃん可愛かった。もうこれよりももうちょっと暗い絵めぐりなんだよね、そう可愛かったんですよ、キュン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 って感じでしたね。あの子たち本当に可愛いね、めっちゃモフモフしてる、あとなんだろうな、夢の国の出来事、でも本当に人がいっぱいいました、とか待ち時間もでもずっと2人で話しててすごい楽しかったし、なんか卒業、なんか卒業はるちゅんしたけど、でも全く本当に変わってなくて、そうずっとボケたり突っ込んでたりしたしずっと写真撮り合ってたし、と、まあ、今日そのインスタに上げたのはマーメイドのやつしか載せてないんですけど、それ以外でもめっちゃ写真撮ったので、そう後日また上げますね、うん、楽しかったです。なんかみんなからもすごいはるちゅんありがとうみたいに言われてそれは良かった、私も皆さんが喜んでもらえて嬉しいし、私も会えて嬉しかった、
そう、その卒業するときに千葉おいでねってもの、あのお母さんお父さんからも言われました。もうなんか千葉来てねみたいな。ハルチンママパパからも言われたので、行きますって言って無事千葉行けたのでよかったです。また行きます。そう、また次はランド行ってきます。ハマっちゃった正直。だから最近ね、夢の国の曲めっちゃ聴いてるんだ実は。のあの美女のやつ、美女のやつの曲が好きすぎて、美女の曲めっちゃいいね。全く物語知らないけど、でも知りたいなって思いました。そう、あとは最近はあのベイちゃんもいいなと思ってて、あの白いあのふわふわしてもなんだふわふわしてるやつなんですけど、キャラクターでね、それも可愛くてそれも気になってるし、ちょっと夢の国 DD になりそうでちょっと怖いです。ね、怖いな。あなたの健康は守りますみたいな。全然違う。ちょっと待って。違う。あなたの健康を守る。声真似できない、ごめんなさい。無理だ。なんかそういうね。のそういうセリフがあるんですけど、そう、でも一回ね映画見たんだけどね、ベイちゃんの真似でした。こんばんは。インスタの最後の写真はフグの真似。あ、そうです。あれ可愛くない？ベルボーに似てるでしょ。で、最高のキャラクター見つけたと思って、嬉しくて、めっちゃ嬉しくて、もうなんか、ベルボーだと思って、嬉しくて、そのマーメイドのところのお土産屋さん見たんですけど、あれ？で、いなくね？とか言って。あれ？いないと思って、残念ながらいませんでした。うん。ベイちゃんテレビでね、ね。金曜ロードショーでしょ。マジベルボーが売ってなくてショックでした。私多分好きなキャラクター多分共通してるよね多分。私まずそのあのこの前見つけたね、そのベルボーに似てるやつも見つけたし、あとはハンギョドンも大好きでしょ。あと何が好きだろう、なんかねベルボーに似てるんですよ。あとあれなんだっけ、なんかポケモンで私が気になったキャラクターなんだっけ。あれよ、あれなんだっけなんだっけなんだっけ、あのなんか目が点なやつ、コダック。そうコダックです。そうコダックも大好き、あれ大好き。そう、そのなんだっけ、コダックがミスドとコラボした時は感動しました。あ、そう、黄色のやつ。そう、可愛くない？え、やっぱりさ、なんか共通してるんだろうね。あ、ベルボもトンボも元気ですよ。もうちゃんと元気してます。車検のね、そう、コダック、コダック、そう、コダックとドナちゃん。確かにダックつながり。うん、そう、その系統、そうなんですよ。めっちゃ可愛くない？超可愛い、もう大好き。色違いのコダックは水色。あ、そうなんだ。黄色しか知らなかった。みんな口が特徴的。あ、目が点は共通点だけど、あと口が特徴的なのか。なるほど。今度並べたいね、なんか。誰か並べてくんないかな。え、あと他に気になったのは何かな、私がなんかなかったですか、
みんな私の口から聞いてない？なんか誰々可愛いとか言ってなかった？私他に。あはははは、スターマンだ。スターマンって何？スターマンが分かんない。フーさん分かります。フーさんの野球のやつ、野球のやつ、野球のあのやつが自由自在にもうこうこうなってるやつ、あれめっちゃか。フーさん大好き。フーさん大好き。いつか実際に会ってみたい。会ってみたいっていうか見てみたい。横浜ナムスター、あああれね、そう、あの横浜ベイスターズのキャラクター、いや感動しました、あれ可愛すぎて。てかなんなら町田のキャラクターも可愛くて好きなんだよね、サッカーの。あれ可愛かった。動画撮ろうとしたら、そうなんか大画面にあのそのキャラクターが映ってたので、町田のね、あ動画撮ろうと思ったら動画撮った瞬間に客席に切り替わっちゃってカメラがあ撮れなかったなりました。そうフーさん大好きえ、なんだろう、何が共通点なんだろうねえ、待って、10位なの私。え、シルバー10位やった、ありがとうございます。あーあーいやった、やったやった、ありがとうございます。嬉しいな。ふうさん、ふうさんなんかね、野球のやつなんだよね。やったー、わーい、イエーイ、ふうふう、ふうさん、ふうさん、ふうふう酔ったごめん、ちょっとあの自撮りカメラだったからついちょっと手を揺らしてしまった、すいません。ソーリーソーリー、ヒゲソーリー、いや嬉しい。なんか意外と10位になったことなくない？あ、そうだ、忘れてた。なんだっけ、なんか届いたんですよ、届いたんです。んなんだっけ、んーとあのアイスのイベントの時やったじゃないですか、アイスのやつ、あのなんだっけ、なんかチョコミン、チョコミンコとか、あとなんだっけ、ストロベリミ、ベリミだっけ、なんだっけなんかそういうさ、あのショールームのイベントあったじゃないですか、とあったんですけど、それのなんか達成したんですよ。皆さんありがとうございます。達成したんですよ。そうなんかそちらがとあの来たので、とアイスイベントのやつが、だからなんだっけ、2周年の記念の配信の日があるじゃないですか。そうだからその時にそのアイスイベントのやつのやつを使ってケーキ買って、でお祝いしたいと思います。2周年ハッピーバースデー、2周年ハッピーバースデー、2周年ハッピーバースデー、2周年ハッピーバースデーをしたいと思います。みんなありがとうね、本当にめっちゃ嬉しかった、本当に嬉しかった、めちゃめちゃ嬉しかったちょっとそれを思い出した、このキャンペーンを見て思い出した。あ、730日か、 OK、 じゃああとちょっとだね、あとちょっと、あとちょっと、バハーハな、なんだこれ、これ絶対さ、これ絶対あれなんだよね、ケープ、頑張れー、よいしょ、OK。 そう、誰かちょっとキャラクターあの比較してください私の好きなキャラクターはの共通点とか、
マジで強制だと喋りづらいんだよね本当に。いつも言ってるけどねマジでこれ口癖なんだけど、強制あるとてか、なんならその強制してる時にこんなに喋ったことないんですよ。配信してる時以外ってそんな喋らないんですね。まず家でも全然喋んないし、なんなら一切口に出さないんですけど、めっちゃ喋りづらいですね。マジ撮りたい、撮ろっかな。ちょっと待っててね。オッケー、撮った。こっちの方が喋りやすい。待って、こっちの方が最高。最高最高最高。ちょっとくらい外していくかそう、今リテーナーつけてたんだよ。そうそうそう、なんかツイッターであるよ、ブースティーファン祭り2024第一次チケットの申し込みは明日までだって。みんな横浜来てくれる？どうですか？横浜来れる人、てい、ていってして。横浜来れる人、つけてるの気づかなかった。待って、本当に？じゃあめっちゃ普段もさ、私滑舌悪かったりするいや、めっちゃさっきからずっと、もう嫌で嫌で。てい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 て。みんな来れたらおいでね。来れたらおいで。せっかくの横浜なので、そう、まあ土日どっちか来れたら嬉しいです。私横浜発情、横浜って言った今。待って。横浜って言った？なんかさ、リテーナーつけてなくても滑舌悪い説あるよね。ね、受けるんだけど、すいません。ね、リテーナー外しても関係ない説あるよ。横浜さあ、そう、横浜初上陸だから、だからすごい楽しみにしてるの。でも意外とあっという間だよね。あと1ヶ月後でしょ。10月57だっけ、あれ57じゃない、違う、いや違う、56がおしゃべり会で、その次の週が67でしょ。8月曜日、9火曜日、10水曜日、11木曜日、12金曜日、12-13だ。合ってる？ 12-13ですよね。そう、会えるんでしょ。もし来れたらでいいよな、全然来れたらでいいから、もし会えたら嬉しいなっていうふうに思ってます。待ってるね、みんな。なんかリップおかしいな。じゃあよろしくお願いします。私は2週連続関東です。しかもさ、どっちもその行ける何行けるのがさ、その皆さんと会えるお仕事っていうのが、うわ、ヒャーって感じじゃないですか。楽しみだねやば、楽しみ楽しみ楽しみ、うわって感じですね。いや、やばいな、楽しみだ。これは噛み締めていかないとねこれは噛み締めていってきますね。東京のオフラインも来るよって言ってくださった方、ありがとうございます。東京よろしくお願いします。ぜひ新潟でいる人でも、もし東京来てくれるよっていう方いらっしゃいましたら、そちらもお待ちしてます。イエーイ、やー、やったー。
感じです。超嬉しい。ハルチューと夢の国、あ、そうね、行ってきました。超楽しかったよ。え、新施設、あ、そうなんですね。へえ。あとなんかゆめさんもね出演されるっていうことだから、見て、よいしょ、ゆめさんとも会えるのかな、どうだろうか。あと HKT さんとも多分一緒だと思うんですけど、あとハイタッチ会もあるっぽいんですよね。ね、みんなとハイタッチしようね、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 もう今から練習、練習練習しようね。私の手は別に大きくもちっちゃくもないです、正直一番可愛くないサイズだと思うんですけど、パーしかやってないね、やば。楽しみましょう。お願いします。明日出るの、え、何ですか？アットジャムですか？明日アットジャムなんですか？出ないよ、明日は。そう、でも明日はその野球のやつをします。そう。顔可愛くて面白いメンバーいないじゃん。全然、でもありがとうございます、嬉しい。全然、多分今日はテンション高いだけ昨日のオフラインからマスクなしでも OK って聞いたけど、本当、あ、らしいんですよね。そう、なんか昨日はマスクなしでした、みんなじゃないけど、そうだからなんか新鮮だったんだよね、みんなの顔が見れて、うわーと思って、そう、新鮮だった、めっちゃ楽しかったです。でも劇場公演はどうなんだろうね、わかんないけど、そう、おしゃべり会でも解禁されました、やっとだね、嬉しい、みんな来てね。あともうみんなしてないでしょ、あんまり。NGT はハイタッチ、 NGT はハイタッチ、うん、え、できると思う、あ、え、わかんない、何もそこら辺知らないんだけど、でもハイタッチ会あるって言ってたし、あると思いますよ。なかったら寂しくない、トークショーだけとかだったらちょっと本当に寂しいんだけど、そう、マスクなし、そう、2位になったんですよね。途中から外して、おー、みんな外しても全然いいよ。え、どうだろうね、さすがにハイタッチ変わるかな、やばい、夢の国の歌を歌いそうで今すごいストップしてるアップだーい、ふぅ、ためらいある、そうだよね、わかる、このくらい小顔になりたいな。このくらい小顔になったら、え、でもユーハこのくらいだよね、ユーハガチで小さい、え、もっと小さい、ユーハもこのくらい、このくらいの顔の大きさ、ちっちゃいんだよね、いいな、私顔でかだからだってさ、あと耳でかい、ほんでも耳でかいねんね、あって感じなんだよ。だってさ、いやみんなさ、いや、うわーびっくりした、なんかさ、そんなこと言わなくてもって思うじゃん、そのコンプレックス側の意見を聞いてほしい聞いてほしいんだよ、ほんとに、なんかさ、その、いや、聞いてほしいんだよ、ほんとに、あのね、こうさ、私がよく耳かけしてるじゃないですか、片耳かけ、それをしてる意味はもうこうなんです、わかりますか、この、わかるかな、どうですか、ここさ、こうなってるでしょ、そう、
この分なんか髪の毛が多く見えるんです。そう、顔が大きく見えて、でもこうね、こう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 、まあ何でもいいです、何でもいいです、もうこうしたら、そう、こっちはちょっとこうなってても、こっちがこうなってるからこうなるんですよ。わかる？だから絶対この耳嫌なんです。この耳本当に嫌だ。だから絶対、まあ、それかこれか、こうこう耳出してます。こうすれば顔わかるでしょ。この耳のせいでこう髪がこうなっちゃうので暗く見えちゃう。そう、それが嫌で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 、もう嫌でしょうがないんです。ということで、そろそろ時間が来てしまったので終わりたいと思います。1時間くらいかなと思ってたらこんなに話してたね。あっという間だ。ふう、明日は何時から配信しようかな。明日はですね、明日6時からでしょ。で、大体野球って多分3時間くらいだよね。3 hours だから3 hours だから多分間に合わない。朝します、明日朝配信します、よろしくお願いします。でも祝日だから別に8時過ぎてもいいよね。 OK、 じゃあスクショタイムしますね。うんうんうん、ていうんうん、なんだろう、キャッタ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 ッキャー全然わからない。3 hours、 ありがとうございます。すいません。それでは終わりたいと思います。お礼をさせてください。13よちくんし、ありがとうございます。12坂中中、いや、いつも噛んじゃう。坂集中し、ありがとうございます。11しゅうちゃんし、ありがとうございます。10位古川し、ありがとうございます。9位小川氏、ありがとうございます。8位友人シャリジョーチュンし、ありがとうございます。7位かきひこし、ありがとうございます。6位スイッチし、ありがとうございます。5位レイザーズし、ありがとうございます。4位山田のピクチャーし、ありがとうございます。3位セテンガーし、ありがとうございます。2位リュウし、ありがとうございます。そして1位はジャガ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 ポイ玉沢氏です。ありがとうございます。玉沢氏、昨日たくさん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 とお話ししてくれてありがとね。本当に嬉しいし楽しかったし、また公園で歩きましょう。ありがとう、いっちありがとね。はい、ということで本当に皆さん昨日もありがとうございました。おしゃべり会、そして今日の配信もありがとうございました。そしてなんかね、シルバーウィークもすごい、なんかすごい上の順位でありがとうございます。ありがとうございます。これからもあとちょっとで2周年なので、ぜひ2周年までよろしくお願いします。それでは終わりたいと思います。おやすみなさい、バイバーイ。ありがとうございました。おやすみ、またね。ありがとう。